冬場はスノボやスキー客が利用するスキー場ですが、これからの季節もこのゲレンデが大活躍します。こちらのようにテントやデッキなどがありまして、この絶景を一望しながらバーベキューを楽しむことができますよ。猪苗代町にある猪苗代スキー場、先月29日に絶景が望めるバーベキュー場がオープンしました。入り口では非接触型の体温測定にアルコール消毒など感染対策も徹底されています。どうしてこういったバーベキューができる施設にされたんですか？はい、この猪苗代スキー場自体が、ロケーションがとても魅力的なスキー場でして、それを夏場でも、有効活用していきたい。スキー人口ですね、減少もしているので、今後夏事業というところでも、ぴったりはまってですね。広大なゲレンデにはテントやタープ、テーブル席やガスグリル、猪苗代湖の絶景を眺めながらデイキャンプスタイルで大自然を満喫できます。距離も取れるしね。のびのび過ごせるゲレンデに子どもたちも大喜び。晴天に恵まれたこの日は満席状態でした。楽しい。眺めが良くて、はい、広くて素敵な場所です。テントも子どもたちはすごい喜ぶなと。この辺からの山をもう綺麗だし、スキーをしたような気分で、キャンプを楽しみたいです。冬も楽しめるけど、夏も楽しめる。事前に予約すれば、手ぶらで行くだけで美味しいバーベキューが楽しめます。もちろん持ち込みも OK。美味しそう。これ何できるんだろう。今回は焼くだけスタイルで、スペアリブなどが入った豚肉セットと、福島牛などの牛肉セットを準備してもらいました。保温量がとても高いので250度ぐらいに上げていただきますと、しっかり厚いお肉でもしっかり焼けるような設定になってますので。こんがり焼けた福島牛、おすすめの食べ方は塩コショウということでシンプルに。ジューシー、とろけるような柔らかさ、絶景を一望しながらいただくお肉、最高の一言につきます。さらに絶景を眺め、気持ちいい風に吹かれながらのブランコやハンモックも楽しめます。ありがとうございます。畑谷さん、すっかり仕事を忘れて寝てしまいそうに。コロナ禍ですけども、しっかりとこう密を避けて、遊べる環境としてこちらも提供してますので、皆さん子どもさんですねだったりにも多く楽しんでいただけるような環境づくりをしていきたいと思います。自然と融合する心地いいゲレンデで絶景バーベキューを満喫した畑谷さんでした。